こんにちは、ユアリーカーバイクです。本日はですね、このディスクブレーキロックというものを購入してみましたので、そちらの紹介をさせていただけたらと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。では早速開けてみましょう。じゃん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 。これはロックがついてますよっていうことで、ハンドルとこのロックを結ぶワイヤーになってます。まああってもなくてもいいですけど、目立たせるというもののようです。でこちらが本体です。でこちらが鍵。なんとこれを書いてなかったと思ったな。説明にはなかったんですけど、ケースついてきました。説明書はね、英語とかね、いろんな国の言葉で書かれてますけど、日本語はないですね。グッと、あら、こうじゃないですか。これ今ロックされた状態じゃないですか。ね。でこれでちょっとこう。めちゃくちゃうるさい。耳塞ぎたいぐらい。わお。めちゃくちゃうるさい。やばいですよこれ。もうね。やばいぐらい。超うるさい。これなかなか優れもの。ちょっと今車体に実際つけてやってみましょう。こんな感じで。これをつければいいのっていうのがセットの合図です。でちょっと動かしてみます。これをね、ここに通して、はい、ロックつけてますよ的な感じで、これとつなげないようにして、つなげないようにすればね、ロックはついてますよっていうのもわかるし、吹いてもこれじゃ風来ねえな。これ大丈夫って誰かが盗もうとしてるから、
という意味ではね、普通のこの南京錠でもねいいとは思いますけど、これだと工具があればね切りやすいっていうのもあるとは思いますけど、まあ普通その辺止めておくならこんなんでも十分かなと思います。でこうやってやっとくと、まあそう簡単には切れないし開かない。これをね5個ぐらいペラ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 ってつけとくのもいいかもしれないです。